で、遠いのか、その目的地は。霧隠れの里は海の向こうさ。海？これが海なのか。見るのは初めて。そうか、君は山育ちだったね。意外と可愛いとこあるじゃねえか。さて、もうすぐ到着です。困らないうちにさっさと並びましょう。あ、ちょっと勝手に動くんじゃねえってばさ。なんてでけんだ。その分だと船も初めてでしょう。デッキに立つとね、潮風が気持ちいいんだ。カバキもきっと気に入ると思うよ。なんなんだこのムカムカは。まさか船が苦手だったとは。意外な弱点だね。アマド殿の技術力をもってしても克服できない問題があるとは、実に興味深い。